あのね、まあ、なんで8分とか短い時間で言ってもいいだろ。そんな理由なんかねえよ。なんとなくだよ。もう説明するのがめんどくせえんだよ。どうせそんな説明待ってるやついねえし。あ、でも知りたい人はあれですね。やっぱ何十分以上になっちゃうと投稿する時間が極端に長くなるんですよ。15分とか、まあ、こう広告がつけられる代わりに投稿する時間がめんどくさくなるんですよ。だから、投稿時間が長くなる。アップロード時間だな。アップロードする時間が長くなるから、一本一本区切っていこう。まあ、時間的には変わらないんだけど、ちょっとね、喋りすぎて、唾がね、蒸発、泡になっちゃうんで、唾の水分まで俺が飲み尽くしちゃって、舌が。ちょっと喋りすぎだ。なんで金玉キュンキュンするか分かった。冷たい飲み物飲んでるからだ。あ、恋しちゃった。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。星のようでね、願い。キビ、口先だけでもルルルルメッセージ。恋の始まり、キュンと胸がルル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 。星の夜に眠る眠る。キリ、罪だけだけで出るというメッセージ。ペペプペペプペプペペプ。すごい、なんか水商売の人に対してついてこもしたいな。水商売の女性、もしかして自分のお仕事が世界で一番大変だと思ってるんですかって。まあ問いかけだからなんて言ってるのか分かんないけど、風俗嬢様は手で抜くだけでたくさんのお金がもらえる一方、俺はちょっと手を抜くと罵倒、史跡あーちょっと分かんないな。叱るの死に跡、史跡、ちょっとね、それだと歯のキュン、金玉キュンキュンがサファリのなんかタブのところに残っちゃってるよ。嫌だよ、金玉キュンキュンを残すのは。叱る。と、叱責。そんな漢字使うなよ。叱責され、お給料は安く、かキモいのだが。うまいことを。言ってますの。付き合ってる時点で苦しいとか不安な気持ちになる彼とははっきり言って縁がありません。結婚したら変わってくれるとか、自分が今以上に魅力的になったら変わるとか、変わりませんよ。男性は本当に縁がある人は不安にさせないし苦しくさせない。男性は縁のある女性、結婚相手にはすごく誠実です。縁のある、縁ゆかり、まあ、なんで男性じゃない人が言ってるんだろうってなっちゃうけどね。すごいひどい人だな俺は。まあまあそうだろうけど、わかんねえな俺、恋愛経験ねえもん。恋しかしたことないもん。付き合ったことないからな。うん。うわぁ、キスもしたことない、ハグもしたことない。この性欲はどこへ行くのやら。それが、おしゃべりモンスターへと進化したみたいな感じでね。今この間に顔を化け物みたいなね、化け物って言い方です。相当閣下だっけ。デーモン小暮さん。デーモン閣下の、顔みたいなメイクに、して出てきたら面白かったのにね。意外性があって、はじまもメイクするんだって、はじまも手の込んだボケするんだってなったかもしれないのに、普通にそれが僕ですよって変顔もしないで真顔で出てきて、ボケも途中でやめるっていう。ダメじゃん。あ、今スカイフィッシュ通った。あー、でもこの中にスカイフィッシュいたら俺ザギザギになってんじゃん。ビャ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 なんだって。でも俺は狙わないでほしいな、スカイフィッシュも。幽霊も本当に幽霊怖くて恋しちゃった。胸がちょっとキュンキュンになるからって、ハンが見えた。
ハンガー見えたらこの国では罰金なんですよねっていうね、あのつまらないボケギャグするのはね、ちょっと本当にそろそろ刑事罰がね、まあ裁き、刑事罰というか家庭裁判ですよ、そんなもん。いやー、あー、さっきのツイートなんだっけ、恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ、ソリのロールドザルでテレケー、好き好き楽ちゃったデレデレメッセージ、恋のうんちブリブリ、ちょっとうんちちゃう、いやコストコ安いな、でも俺コストコよりイケアのなんか脳みそ帽子っていうツイッターで流れてきたやつ、いや今おならをごまかした人になるじゃん。でもね、おならをみんなに聞いてる時間がもったいないのよ、長いから、あいつおならが出るまで。それだったらもうおならと同時に俺のね、その自己満足のあのビートボックス、これもう俺ビートボックスだから、やっぱり中身がなさすぎてもうビートボックスの領域、いやビートボックスに中身がないっていうか、あれに中身がないじゃん、音を人間が出してる、すげえって、あのボルト、ボルト、ボルトと一緒だよ。ナルトのボルトの方が出ちゃった。まあだからボルトと一緒だよ。足速い、ボルト。人間の、人間でトレーニングしてむちゃくちゃ足速いけど、バイクの方が速いしって言ったら終わりなんですけど、でも人間が鍛錬、まあ努力っていう言葉を軽々しく使っていいのかっていうね、あの一連の流れが俺好きなんですよ。いや、努力ってやっぱ軽々しく語っちゃいけないと思うんで、俺努力したことないから。まあそれのなんか鍛錬っていうか、まあ研究、研究だよ。研究、研究鍛錬。まあいろんな やり方葛藤、まあいろいろあって才能いろいろあった中でできた産物で、ビートボックスだってそうじゃん、あんな音なんかさ普通に楽器で出しちゃえばいいじゃんって話になるけど、人が出してるからすごいんだよ。でそれもでもぶっちゃけビートボックス極めたらむちゃくちゃ便利だけどね、一度に何個もの楽器ができちゃうわけで、一瞬で大地さんよりもすごい人がいるわけでしょ、やばいな。それそう考えるとなんかさ、マニアックなものじゃなくなりつつあるよね。人を集めればできるけど、一人でそんなできちゃうって、なんかボルトが足速いの、ボルトさんもすごいんだけど、それと比べるとこっちビートボックスこっちいっちゃうんじゃないかなって思っちゃうけどね。なんか単純なものじゃないっていうかさ、なんかビートボックスってだって機械で出せばいいじゃんっていうけど、一人で鍛錬による鍛錬に次ぐ鍛錬、研究に次ぐ研究に次ぐ研究で一人で何十個もの楽器が出せちゃうってやばくない？それってなんかあのマニアックっていうか、あれ落合陽一さんがなんか、俺落合陽一さんのファンでもないけどたまに見るんですけど、プログラミング、これから小学校が2020年度からプログラミングをみんなやらすけど、プログラミングを100倍、早くできるやつはいっぱいいるって言ってたけど、でも100マス計算を人の100倍できるやつは少ないって言ってたんですよ。その100マス計算を少ないっていうのっていうのはコンピューターに書き換えられちゃうけど、人間にしてはすごすぎんなっていう分野だけど、ビートボックスって人間にしてはすごすぎるくせに機械と同等でも結構やばくねってなっちゃいません？って考えたらビートボックスすごくない？そのなんか大会できちゃうけど人間でできちゃってんのすげえなっていう域を超えてんだよな、ビートボックスって。でトークもそうなんだよ、面白いことできるか、うわびっくりした、面白いことできるよって、多分この万物たちがね、物質たちがね、ものですよ、ものが多分ね言ったんですよ、ごめんね、お前ら面白いことできる、うん普通に怖いからやめて、ちょっとあのアドリブやめてね、後でちょっとしっかりと、もう俺台本ないけど、やるんだったらちょっと台本作ってきて俺に一回見せてからやって、急にやられたら俺超ビビリだから、本当に幻覚見てる人になっちゃうけど、あのこれを言えてる時点で俺は幻覚じゃなくて、今のギャグね、あの物に喋りかけるってギャグね、でもこれもあと100年後200年後になったら全ての物質に魂が宿ってね、みんなあの、マットレスおはよう、枕おはよう、布団おはようって言っておはようだけに20時間費やすかもしれないけど、もうそうなっちゃう時代が来るかもしれないけどね、その前に俺は特訓しとく、うん、すごいな、本当夢見てる、夢見ながら生きてる人っていう、その夢っていうのは寝てる時の夢ね、うん、なんかファンタジーが
ね、ちょっとね、なんか許容力が強すぎる人だよね、俺。いや、そうでもないけどさ。むちゃくちゃやばい人だよね。まあ、ええわ。指3本立てるっていうね。特に理由はないけど、これを誰かが見たら、それは〇〇の〇〇ってなっちゃうんだろうね。〇〇のバツバツバツって、〇〇の三角三角っていうのめんどくせえから、もうあれは〇〇の〇〇だって。お前は〇〇の〇〇なのかって言われちゃったらね、知らんがなって、俺は言いますけど。まぁ、ちょっとなんかひどいよね、俺。なんかもう超人すぎるよね。こういうおしゃべりができちゃうっていう。それをさ、誰か止めちゃ、いいって止めれる人がいないから、それを普通も、いや、なんで俺言ってんだよってやめるじゃん。一人突っ込みするじゃん。俺最後までやっちゃう。根は真面目、バカ真面目だから最後までやり遂げちゃうんですよ。やり遂げるってかっこいいけど、お前がやってることはスパンの短いことだからな。うん、でも、普通の人から見たらすごいのかもしれないけど、すごいって言うよりややこしいやつな。俺、ややこしいこと大好きなんですよ。で、どうでもいいこと喋ってたいんですよ。もう、ビートボックスしたいの、俺は。だから俺は、ビートボクサーだから。うん。俺は、トークできないんだよ。だって中身ないから、もう適当に、どうでもいい。どうでもいいよりどうでもいい、その分かりづらい表現をして、俺って崇高みたいなね。俺ってすごいんじゃねえのかに、悦に浸ってる人間ですから、僕は。っていうボケですからね。ややこしい、なんか表現すんなよ、みたいな。そういう笑いを生もうとしてるっていう言い訳に見られがちですが、これも計算ですから。俺は頭良すぎるんでね、IQ3672 あるんで、最低値。ちょっとね、頭回転させようって言ったらもうとんでもないですよ。もうスーパーコンピューターも目じゃないぜって言ったらね、普通にこのパソコンがクラッシュしてうるせえって怒られちゃうかもしれない。うん。ごめんね。嘘。それ表現、比喩だからみんな真面目なんでって。いや、本当に薬やってないからね。うん。っていうボケなんですよ。薬やってして、いや、ちょっと待ってくれ。みんな、今のは比喩であり表現であるだろうって。俺は表現者でありアーティストなんだからさ、って言って。もうそこら辺はね、真面目じゃなくて気楽に行こうぜみたいな感じでね。このボケのためにちょっと何十秒か使って喉が痛い。糖尿病の人ってむちゃくちゃ水が欲するんですよね。マジで早く夏が終わって涼しくなって散歩始めないと。あ、でも最近は朝は涼しい、最近涼しいとか言ってたくせに今日むちゃくちゃ暑いしな。ムカつなって、暑いか暑くないかでもう住所バレてほしくないんだよ。なんでみんな俺の未来の人に言ってる、未来の俺の住所を特定しようとしてるやつに言うけど、なんで俺の住所を特定しようとすんの。お前はさ、高見の見物で住所も教えねえで、ずりーよそんなん。俺の住所特定したやつ、お前の住所、本物の住所教えろよ、実家の住所も。俺は俺の、お前が特定した住所しか教えねえっていうか、それが本当とも言わねえけど。ムカつくなぁ。住所特定したやつはそいつの住所教えろよ、マジで。すごい理不尽だな、でも。ひどくないだって、妬みそねみでそんなことさせられるってさ。なぁ、テクニカルぜえな。もうなんかムカつくな、そういうやつら。未来に行ってるよ。俺未来多分チャンネル登録者ね、2年後には2000万人くらい行ってるんですけど、まあこの1年でも俺何人行く、500万人行くとか言ってるけど、いや行くだろ俺。来年の4月までには行ってるはずなんだけどな。今年の4月にチャンネル登録者1万人行ってるはずだったのにな。でもね、数字が増えるってことはバカが増えるだけなんで、いいですよ。バカなんか増えてほしくないし。俺に理解のあるって、理解なんて理解、理解した感じでいるんじゃなくて、俺のやってることを笑ってくれる人で言ってほしいんだよ。クソみたいになんか正義を盾にして、つつくようなやつ。正義を盾にして、物事を叩いて、お前のなんか実力不足で生まれる鬱憤を晴らそうとするのはやめてくれ。なんかあるよね、漫画で。すべてに起こりうる理不尽は、お前の実力不足だとか言ってんの、あれムカつくよね、なんか。そうなんだろうけど、何お前、なんかそういうことぶっちゃってんのって。ね。普通になんか俺、ワンピース大好きすぎるから。東京グールかな。なんかそれすごい批判してる人みたいだけど。ああいうのムカつくよな、なんかああいう漫画系。偏見強すぎ。うん。まあ、面白いのかね。でも、グロいから見ねえけど。グロいくせにそういうこと言うのどうなの。ワンピース俺好きすぎる。俺こういうの一番ダメなんだけどね。っていうお手本を見せたんだよ。っていうね、すごいな。守りに入りすぎだな。守りに入るっていうボケしすぎだよ。うん、攻めすぎてるよ、お前は。まあね、でも、なんかすごいムカつくよね。何カッコつけてんだよ、お前って。俺の空想のキャラクターにワンパンだぞ、お前って。なんで俺はね、ワンピースの悪魔の能力とか、覇気とか、そういうものを基盤にした超強いキャラクターがいるんですよ。
まあそれはね、今度ね、俺が有名になった時話すわ。俺のね、あ、すごいキャラクターなんで超強いんですよ。もうなんかふざけた強さ、強さをもう一周し始めてる。一周じゃない、もう天文学的集してるから、天文学的数字の周回分の周回。ちょっともう俺はダメだ。ちょっとね、人間をやめすぎてる。そろそろ人間に戻んなきゃ。だから人間を戻るために水飲みますと見せかけて、僕ライフガード飲んじゃうんだ。あ、15分になったから一回やめる。8分でやめなきゃな。